僕は悪に屈する気はない。最後まで戦い抜くのがモノクマ流よ。どうしても通りたければ僕を倒してからにしろ。何の話？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、はぁ後回しにしていたシャワールーム、僕はシャワールームの中を覗き込んだ。変態だな。僕はシャワールームの中を覗き込んどんどん片言に。あ、え、めっちゃピンクやけど血なんよね血なんよね。なんか37に見えるね。なんかこの後ろの形。自分が叫ぶ声を上げていると気づくまでにしばらくの時間が必要だった。目の前の光景は僕のまぶたにしっかりと焼き付き、そして、お腹のとこ包丁刺さっとる。今更だけど。暗転。気づいつー。日常編から非日常編になった。生き生きる。じゃあもうここからは、非日常。今までも非日常やけどね。正直。目を覚ますと広い天井があった。なんとなく見覚えのある広い天井。体を起こすと、今度は顔が見えた。なんとなく見覚えのある顔。てかさ、私、前園さんってさ、なんか今まで散々ちょいちょい壊れてきよったやん。崩壊してきよったやろ？絶対、殺される側じゃなくって、一番に、狂って誰かを殺す側になるんやと思っとったよ。失礼ながら。絶対殺される顔じゃないやろ。てか、ヒロインじゃないんや、あの子。やっと目覚ました。大丈夫？だってこういうさ、デスゲーム系やったら絶対、主人公とヒロインは、最後の2択ぐらいまで残るもんやと、思うんよ、私は。どうなんや、その辺。寝ぼけてる暇はねえぞ。さっさと起きろ。あれ？ナイギッチ、気を失ったんだべ。そいつを俺らが運んできたんだ。だが。あんなことがあったんだ。無理もないがな。あんなこと？ねえ。ナイギ、ちょっと大丈夫？夢じゃない。あれは、夢じゃない。現実だ。前園さやかは死んだ。ドロドロと濃い絶望が体内で膨れ上がり、そして一気に爆発した。僕は飛び起き、そして走り出していた。てかなんで体育館なんやろ。どこに行く気だ。決まってるだろ。前園さんを。諦めろ。散々確かめた。前園さやかは間違いなく死んでいた。嫌だ。僕は行く。待ってっつってんだろ。おめえが行ってどうなるんだ。じゃあここに残ってて意味があるのか。っていうか、こんな時にどうして体育館なんかに集まってるんだよ。まあね、なんで体育館なんよね。仲間が、前園さんが、死んだんだぞ。死んだ。その言葉を発した瞬間、僕はようやく実感した。前園さんは死んでしまった。これはあれなんかな、ショッキングなイラストというか、ショッキングな映像にならんようにピンクなんかな。私たちだって、こんな場所にいることは本意じゃない。だったらどうして？決まってるでしょ？モノクマよ。あいつが集まれって。いや、もちろん僕ら反論したんだ。前園くんが大変なことになったのに何を言ってるんだって。だが、それが、私がみんなに提案したのよ。今はあいつに従いましょうって。私たちは囚われの身なのよ。むやみに逆らうのは得策じゃないわ。これ以上、犠牲を増やさないためにもね。まあね、実際にもう犠牲者が出てしまったわけやけん、これからは、より一層従った方がいいことに。なんであんな奴の言うことなんか聞かなくちゃなんないんだよ。前園さんを殺したのも、あいつに決まってるのに。違うよ。僕はそんなことしないよ。それだけは信じて。出やがったな。てかあれよね、この仲間うちに殺した人がおるってことやろ。誰？しれっとした顔で今ここに一緒におるの。あのね、拘束違反をされない限りは僕は自ら手を下したりしません。
この学園生活の趣旨に反するようなことは決してしません。聞いてよ、僕って熊一倍ルールにはうるさいってサファリパークでも有名だったんだから。サファリパークにおったん？でもだったら誰が前園さんを。まだまだ分かってるくせに。前園さやかを殺したのはお前らの中の誰かじゃん。その言葉に僕らは完全に沈黙した。前園さんを殺したのは僕らの誰か。そんなバカなことが。あれあれ、どうしたの？ハトがガトリンガン食らったような顔してるよ。死んでるやんそれ。豆鉄砲やろ。嫌だな。最初に言ったでしょ、お前らの誰かがここから卒業するために前園さんを殺しただけだよ。それがルールじゃん。悪いことじゃないよ。嘘ですよね。嘘に決まってるじゃないか。あいつが殺したに決まってる。違うよ。いや、殺したのはお前らの誰かだよ。それは当の本人がよく知っているはずだけどね。僕は思わずみんなの顔を見回していた。それは他のみんなも同じだった。恐怖と混乱と疑惑の入り混じった視線がその場で何度も何度も交差した。本当なの？誰が、誰が殺したんだ？全く信じられないことをする人がいるものですね。やってくれ。あいつの言ってることなんか鵜呑みにすんじゃねえ。黙れ。静かにしろ。その前にそこのぬいぐるみに確認しておくことがある。俺たちの中に殺人者がいるとするとそいつはここから卒業できるんだな。もう速攻で卒業なんかな。そこが疑問なんよね。速攻で卒業できるんならさ、もうまあ殺すのも勇気いるけど、でも外の世界で一切関わらんのならもうサクッと殺して出ていった方がいいのではっていう考えになる人もおるんじゃないかと。はおい、とぼけるな。お前が言ったんだろ、殺人を犯した者は卒業できるとな。うぷぷぷぷ、やっぱすぐじゃないってことか。うぷぷうぽぽぽ。はなんで爆笑？うぷぷぷ、だってさ甘い、甘すぎる。人を殺しただけで簡単に出られると？こらこら、そんなの大甘だよ、デビル甘だよ、地獄甘だよ。いやいやいや、人を殺しただけってもう究極の犯罪しとるけどね。むしろ本番はこれからじゃん。隠し、人を殺した上でそれを隠し通したら卒業ってこと。どこまで隠し通せばいいんかな。どこが最終日かもよくわからんし、何日間みたいなルールがあるんかな。本番やっぱ最後の一人っていうことなのかな。ここで卒業に関する補足ルールの説明を始めます。補足ルール、絶対いかんやんそんな後だし。誰かを殺した者だけが卒業できるという点は以前説明した通りですが、その際に守っていただけなければならない約束があったよね。もしかすると校則の6条目の項目ですわね。バレてはいけない的なやつよね。自分が殺人を犯した黒だと他の生徒に知られてはならない、その点は言っておられるんでしょ。その期間が示されてないよね。そう、ただ殺すだけじゃダメなの。他の生徒に知られないように殺さなければならないので、その条件がクリアできているかどうかを査定するためのシステムとして、殺人が起きた一定時間後に学級裁判を開くこととします。学級裁判、学級裁判は殺人が起きた数時間後に開催されます。学級裁判の場では殺人を犯した黒とその他の生徒である白との対決が行われるのです。学級裁判では身内に潜んだ黒は誰か、やっぱあれやんね、お前らに議論してもらいます。人道ゲーム的な感じやね。その結果は学級裁判の最後に行われる投票により決定されます。開けて入ってきたんよね。まあ、前園さんが開けたんかもしれんけど。そこでお前らが導き出した答えが正解だった場合は、秩序を乱した黒だけがお仕置きとなりますので、残った他のメンバーは共同生活を続けてください。ただしもし間違った人物を黒としてしまった場合は、罪を逃れた黒だけが生き残る、残った白全員がお仕置きされてしまいます。なるほど、この場合は間違っとってもこう処されてしまうわけではなく、その場合は
間違った側が罰されるんや。なるほど。その場合、もちろん共同生活は強制終了となります。いや、要はその学級裁判まで隠し通せばいいってことや。その後はもう関係ないってことかな。以上、これが学級裁判のルールなのです。ところで、さっきから連呼しているお仕置きって、簡単に言えば、なんと処刑ってところかな。やっぱそうか。処刑処刑って何のこと？処刑は処刑で、月に飛ばされよってやつやね。処刑、毎回違う処刑なんかな。天気椅子でブリブリ、僕マスでモクモク、ハリケーンなんちゃらで体がバラッバリってやつだよ。何ハリケーンなんちゃらって。つまり犯人を当てれば犯人だけが殺されるが、もし犯人を外せば僕ら全員が処刑される。偉いね。あ、それはもう全力で探しにかかるよね、みんなも。怖い。どっちも命がけやねん。賢いチンパンジーだね。さりげなく自分が犯人じゃないとアピール小技もグッド。つまり外の世界でいう裁判員制度ってやつだよ。犯人を決めるのはお前らってわけ。ただし判断は慎重にね。お前ら全員の命がかかってるんだからさ。そうそう。じゃあ今のルールも校則に追加しとくからさ、各自ちゃんと確認しとくんだよ。校則が追加されました。校則メニューで確認できます。ちょっと、そこは最初から教えておくべきところなのでは。ちょっと待ちなさいよ。何言ってんの？あんたの言ってることってむちゃくちゃじゃない？は？何よ。何が学級裁判よ。私そうなるに参加するの嫌だからね。おやおや、どうして？やめろって。どうしてじゃねえよ。なんで私が犯人当てなんてしなきゃなんねえんだよ。なんと、学級裁判に参加しないですと？そんなこと言う人には罰が下るよ。何言ってんの？は？罰？怖く、暗くて怖い牢屋に閉じ込めちゃったりしちゃうかもね。うっせんだよ。それは殺されるわけではないということ。なんて言われても私は絶対に参加しないから。てかこの手のやつでさ、反抗する人とかおるけど、もう実際に殺人が起きた後で反抗する人ってちょっとねどうなんかなと。ねえ、びっくり。死ぬ気なのか？そんな身勝手な。やめろって。身勝手なのはそっちだろ。殺し合いなんて勝手にやって私は関係ない。はあ、はあ、目の前の圧倒的な悪の迫力に正直ブルってるぜ。だけどな、ひらーん、僕は悪に屈する気はない。最後まで戦い抜くのがモノクマ流よ。どうしても通りたければ僕を倒してからにしろ。何の話という声とともにモノクマはテトテトと突進してきた。擬音は可愛いんだけどもな。だけど、はい、これで満足？そっちこそ。は？学園長ことモノクマへの暴力を禁ずる校則違反だね。結局この、ま、運営側というかモノクマ側に殺されてしまう人間も出てくるわけか。召喚魔法を発動する。助けて、ウングネルの槍。マジか。もう最初ねえ大丈夫やったけんないかなと思ったけど、反抗して殺されてしまう子現れたか。このデスゲーム的にね、一番盛り上がらん死に方やけん、すげえかわいそうよね。いや、もう殺された時点でみんなかわいそうやけど。あれ、おかしくない？なんで私が反抗したからだよ。いや、わかるだろう。江ノ島さんは最後にカット目を見開くと、そのまま二度と動かなくなった。あー、何これ。嘘だ。さっき僕は今痛感しております。お約束というものの偉大さを。これってさ、まあ多分違うとは思うけど、これでこれ純子ちゃんが犯人やった場合とか、そういう場合はどうなるんやろ。そのなんか狼というか黒
クロが学級裁判より前にお亡くなりになっとった場合は関係ないところではできるだけ死人は出さないようにと思っていたんだけど、やっぱり見せしめは必要だったんだね。もうなんと偉大なお約束。でもさ、これでお前らも分かってくれたよね。てか一人すでに死んどる時点で分からんのがね、ちょっとダメかと思うけど。逆らう生徒は蜂の巣になったり爆発させられたり生き埋めにされたり溶かされたり、溶かされたり、嫌だな。エトセトラ、エトセトラ。え、だって生きたまま溶かされるってことやろ。そんな風になりたくなかったら、お前らは学園の校則にしっかりと従うこと。何本もの槍で貫かれた江ノ島さんの体、その体からは大量の血が広がっていた。それは僕が初めて見た人の死ぬ瞬間だった。誰の目にも明らかだった。さっきまで仲間だった江ノ島さんは死んだ、殺された、絶命した。こんなにもあっさりと。これが人間の死。あのね、これさ、殺された子たちの DVD の中身とかっていうのは見れるんかな、気になるよね。驚くことないんだよ、死んだだけ。ただ死んだだけだよ。いつか人類が滅びるくらいに見ちゃ当たり前のことで、いつか世界が終わるくらいに見ちゃ自然なことなんだよ。ぷっぷっ、少年漫画じゃないんだし、死んでも死なないなんてことはないんだ。これが現実なんだよ。どうして？そう、ドラゴンボールとかね、なんかもう途中からキャラクター死んでもはいはい復活するんでしょうぐらいの感じになったもんね。どうして殺したの？牢屋に入れるんじゃなかったの？気が変わったの。最初から殺す気だったんじゃない？あにゃあにゃ。殺す気？なんて読むの？殺す気？何？文字で書いてあるの？みんなの喋った言葉はその場に文字で出てくるんですか？最初から殺す気だったってそう言ったの？おいおい、僕はモノクマだってば。ま、そんなことはどうでもいいとして、黒探しの捜査にあたってお前らにこれを配っておかないと。なんだそれ、モノクマファイル。これは僕がまとめた死体に関するファイル。その名もモノクマファイル。死体に関するファイル、検視記録みたいな感じ。まあ結局のところお前らは素人さんなわけだし、死体を調べるって言っても限度があるでしょうから、代わりに僕が死亡状況や死因っぽいのをまとめておいてやったの。そういうお前はどうやって死因なんかを調べたんだって？監視カメラで一部指示を見てたから一目瞭然なのだ。じゃあ、あなたは知ってるのね、前園さやかを殺した犯人を。もちろんですとも。じゃなく学級裁判のジャッジを公正に下せないでしょ。そう、ジャッジは公正に下されるのね。それを聞いて少しだけ安心したわ。捜査を頑張ってくださいね。だって頑張るしかないんだから、やるしかないんだから。では後ほど学級裁判でお会いしましょう。時間はどのぐらいなんやろ。こうしてモノクマは去っていった。混乱した状況と困惑した僕らと変わり果てた江ノ島さんを残して、しばらくの間僕らは口を聞こうともしなかった。前園さんや江ノ島さんの死がとてつもなくショックなのは当然だけど、でもそれだけじゃなかった。この中にいる誰かが人を殺したという事実、しかもその人物を突き止めなければ他の全員が処刑されてしまう。互いが互いに疑いの目を向き合っている状況、最悪の状況だった。ただそんな状況を逸した最悪の状況でも彼女は同時の仕事を見せていなかった。キリギリちゃんが、落ち込んでる場合じゃないわよ。それにこのまま互いをまるっきり信じないのはどうかと思うわ。まあ、協力プレイが大事ってことやもんね、これ。それって互いをまるっきり信じるのと同じくらい悲惨な結果を生むはずだから。はあ？つまり協力は必要よ。誰を信用して誰を信用しないかは自分次第だけどね。あれなんかな、もしかしてヒロインはこの子なのか。なんかこの子生き残りそうじゃない？確かに、いつまでも死人のことを引きずっていても仕方がありませんわね。何なの？そんな言い方って。私は何度も忠告してきたはずですよ。適応力のないものが死ぬなんて。
適用できなかったら逆らったりするから人が死ぬのです。自業自得ですわ。ひどいよ。いくらなんでもあんまりじゃん。今は誰が犯人なのかを突き止めるのが先よ。そうでないと全員まとめて処刑されるだけ。その通りだ。さっさと犯人探しを始めるぞ。犯人はあれなんかな、苗木くんやと思って、ちゃんと苗木くんやと思って部屋に行ったんかな、殺すつもりで。 それとも入れ替わっとることを知っとって行ったんかな。どの道我らは逃げられない。やるしかあるまい。何なの。やるしかない。本当にやるしかないんだね。何が処刑だ。殺されてたまっか。くそ、やってやるよ。やるしかない。誰もが口々にそうつぶやいていた。自らを奮い立たせるかのように。そうだ、やるしかないんだ。やりたくなくてもやるしかないんだ。大和田モンドやっけ、なんか発言してなくない。それが生き残る唯一の術ならやるしかないんだ。それに僕は知らなくちゃいけない。どうして前園さんが殺されたのか、どうして前園さんが殺されなければならなかったのか。知るのは怖いけど、でも知らなくちゃいけないんだ。そうでなきゃ僕は前園さんの死に納得がいかない。だからやるしかないんだ。全員勢ぞろい。うわー、なんかもうみんな勢ぞろいやけどさ、普通にここに倒れとんよね。あー、もう名前も出ないよ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、これからみんなの証言を聞いていく感じなんかな。証言、まあその時間帯に何をしたと、アリバイとかかな。事件、事件や、ついに起きてしまった。